両チームの選手たちがピッチへと入場してまいります。この J2 の舞台で新たな東北ダービーの始まりです。今いわきボールで前半のキックオフがされました。長いボール前線に蹴り込んでいきます。早速吉澤がヘディングで競り合っていきました。浜野はゴールの正面のあたり、そして阿部はファーの位置にいます。ファーのをめがけていくところか、流れた、そのまま行くか、おー流れていきます。吉田がこのボールを拾います。深さを取ってきた、でクロスが入る、逆サイドから山口だ、山口ヘッド、よくセーブしました、囲い、これはスーパーセーブ、囲い選手よく出しましたね。右手一本ですか、しかし奪っていきます斉藤隆二、で今度は逆に梶谷が前ぶっちぎっていく、遠藤と1対1になる、そのまま持っていく、で吉田美久も来ているが、そのまま自分で行った、自分で行って吉田美久、枠内クリア、大きなプレーが出ました。先ほどのシーンです。いや剥がしてクロスですけどね、よく戻りましたね。ちょっと先ほどとは立ち位置が変わっています。秋田宮に来ました。ちょっと今遅れて足が入りましたけれども、これ PK ですか、どうですかね。高山レフリーが今ペナルティースポット付近を指したように見えましたけれども、まあ、確かにカウンターシチュエーションに行くところの手前のところですけれども、まあ、今いわきの選手たちが抗議をして、あ、レッド、見てみましょう。さっきには触ってるんですよね、ボールに。その後ですかね、はい、ちょっと足上がったんじゃないかという判断ですね。これですかね。でも当たっての左足ですから、ね、かなり長い間が空きました。吉田にとってもプレッシャーがかかる局面です。止めた、セカンド、キーに押し込んだ、吉田冷静でした。高木は一度は止めたんですけれども、吉田いぶき押し込んで今シーズンの初ゴール、そして秋田に待望の先制点が入りました。もう長いを入れましたんで、おそらく前線1枚というふうな形になってくるのか、まあ、このあたり、ここでタイムアップの笛、新たに始まった東北ダービー、いわき FC とブラウブリッツ秋田の一戦、まあ、互いのプライドがぶつかり合う。